はい、こんにちは、じゅんです。今日は非力な人でも簡単に飛ばせる飛ばしの秘訣を教えていただけるということで、ヒローゴルフインパクトさんにやってきました。イエーイ。早速行ってきたいと思います。本日レッスンしていただける後藤さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっと自己紹介をお願いします。はい、僕は今飛距離を伸ばす、はい、飛距離に特化したレッスンをしっかりやってまして、うん、はい、最近もこういう本がちょっと出させていただいたんですけども、はい、すごい。まあ、これにもある通り、例えば女性だったりとかご年配の方だったりとかでもスイングだけで飛距離が伸ばせたらいいなというレッスンをやってます。はい、ちょっとでも飛ばしたいっていう人が多いと思うので、今日はちょっとそれを教えていただけたらなと思います。はい、よろしくお願いします。お願いします。じゃあ、じゅんさんは飛距離今どれぐらいですか、ドライバーは。多分、190ぐらいが平均かなっていう。もうちょっと平均的に200から210ぐらい飛んだらいいなとは思います。なるほど、はい。じゃあちょっと最初スイング見させてもらっても大丈夫ですか。はい、わかりました。おお。あれ？あ、飛んだ。やっぱしっかり振れますね。ありがとうございます。じゃあちょっと。まあちゃんと190ぐらい、188ヤード。なるほどなるほど。飛距離を伸ばすのって何が一番大事だと思います。すごい簡単に。何が良くなったら飛距離って上がると思う。ヘッドスピード。そう、ヘッドスピードが上がるっていうのが一番簡単ですよね。はい、そうですね。ですよね。はい、じゃあそのヘッドスピードをどうやって上げるんだっていうところが難しいわけで。うん、そうですね。今日はそのヘッドスピードっていうところを頑張って上げていければいいなって思います。はいはい、わかりました。クラブを振っていくときに、はい、いかに体を使って振らないかっていうのが重要なんですよ。体を使わない。使わない。特に非力な方、筋トレとかしてたらまた別なんですけども、体を使って体でクラブを引っ張って打っていくような形になると、どうしてもクラブのヘッドって遅れてきちゃうと、自分はすごい頑張って振ってるつもりなんだけども、そんなにヘッドは走らないっていう状況になりやすいんです。なのでこのヘッドを走らせるためには、いかに手でこのヘッドをどれだけキュンって走らせてあげられるかっていうのが重要になる。なるほど。手を使ってピュンってやってみます。ああ、そう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 、やっぱいい感じっすね。いい感じ。いいですよ。あ、今ちょっとダメちゃったですね。で、今若干地面に当たっちゃったんですけども、うん、地面に当たっちゃう動きってちょっと遅れてる動きなんです。あ、まだ使ってるってこと？そう、まだ体を使っちゃってる、体で引っ張っちゃってる。どうしても重いクラブって手で振っていくってやっぱ難しくなってくるんですよ、うん、そうです。っていう時に大事なのがこういう軽いもの。これちょっと振ってもらってもいいですか。はい、すごい軽い。すごい軽いですよね。え、これ軽いものって体で振ると早く振れないんですよ。ああ、こういう風になっちゃうから。そう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 。それをできるだけ早く。おお、そう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 。いい音しますね。もっともっともっと。もっと？もっともっと。もっともっともっと。オッケー。っていうように、ビュンって振るためには、はい、体が止まっている状態で、手がビュン先に走っていかないと振れない。うんうんうん、ちょっと貸してもらっていいですか。はい、構えて上げて、ここから手だけで振っていくとビュンってヘッドが走る、はい、ですけども、これが体で引っ張ってから振るってなるとスピードって出しづらいんです。ここからすぐにヘッドで、プロゴルファーの人とか上手な人、パワーがある人とかっていうのは、ここからグッって来てから、こっからパワーでビュンって飛ばせるんですよ。へー。だけどもそれをやるためには筋トレが必要になってくる。その振り方は。そう、筋トレ好きな人はいいですけども、したくない人だっているはずなんで、はい、まあ、楽に越したことはないですよね。なのでちょっともう一回これで
手だけで振ってみましょう。でも私最初の頃とかよく反対に持って、はい、ああそうですねそうですね、ビュンビュン言うように、そう練習はしたことあります。そうです。なのでこれ、こういう軽い棒とかがない方とかは今言ったように、ジュンさん言ったようにクラブ逆に持ってここのグリップをどん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 走らせるっていう意識でやっていったらいいかなと思います。 OKオッケー、じゃあ普通に持ち帰る。これできんのかな。あ、めっちゃ重い。めちゃくちゃ重いじゃん。何これ。だからすごい。それだけ重いものをどうしても体を使って振ろうとしちゃうんですよ。そう。あ、こうね。そう。体で引っ張るんじゃなくて、そう。ます。はい。はい。おー、ナイスショー。おー。左行っちゃった。OK、そう、OK。どんどん、ここはスピード上がっていくはずです。なるほど。おー、ナイスショー。おー、行ったんじゃん。全然。おー、どんどん出てきてますね。どんどん出てきてる。そう。どうしても思いっきり振りたい、飛ばしたい。うん、距離が出ないから、ここ頑張って飛ばしたらギリギリ2オンできるのになとか、はい、多分あると思うんですけども、ね、頑張りたい時ほど体で頑張るんじゃなくて、うん、いかに手を使っていくかっていうのが重要になってくるかな、うん、なるほど。もう一つ重要になってくるのが、はい、下半身。要は今体できるだけ使わないで、うん、手で振っていきたいって言ったんですけども、 その体の方をどうやって止めるかっていう話になってくるんですよ。で、その体、プロとかのスイングを見ていると構えてあげてフィニッシュでしっかり下半身をパーンってターンさせてる形が多いと思うんですけども、これって上げて打った後にパンターンしてることが多いんですね。特に女子プロ、これを見よう見まねでアマチュアの人がやろうとすると、当たる前に上がって、足が上がるとどうなるかっていうと、体が開いて手が前に出てヘッドはまだここ振り遅れっていう風になりがちなんで、はい、この足を踏ん張るっていうところと手を返す今の手をどんどん振っていく、はい、っていうところを合わせていくと、上半身と下半身の捻転っていうのが強くなって、はい、距離はどんどん伸びてくるんじゃないかなと。なるほど。手を振ると、そう、足を我慢っていうのは動かさない、足を動かさない、はい、まだ動いてる。もうちょっと我慢してみるかね。そうですね、うん、ああ、いいですね。その下半身に対してどこまで手が思いっきり触れるか。そうですね。ああ、いいですよちょっと左に逃げちゃったら。テニスボールだ。テニスボールだ。いいですよ。すごい我慢ってすごい難しいですよね。すぐこう起き上がっちゃう。そう、2つ意識するのってやっぱ難しいんです。そうですね。だから足は自動的に止まるようにするものをあります。何でしょう。じゃーんって、テニスボールが半分になった。これどういう風に使うかっていうと、右足のかかとだけちょっと上げてみます。普通に踏んでください。これだけっす。これだけ？これだけです。これはずっと踏んどく。踏んどくだけでいいです。踏んどくだけ。で、こう踏んじゃったらもう足止めるとか別に意識しなくていいです。勝手に上がんなくなる。あ、すごい。これ今ジュンさん多分わざと上げないようにしてるわけじゃないと思うんですよ。うん、ちゃんと勝手に上がんないんですよね。上がんないし、めっちゃシュッて振れる。そう。ここで下半身が止まって
止まってる間に手がビュンって振り抜けていくっていう感覚をつかめるようになってくるとヘッドは走ってきやすい。テニスボールも半分魔法なんで、はい、慣れてくるとどん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 つけてくる。あんまつかない方がいい。すぐ体鳴らしちゃう。そうそうそう。だから最初だけ感覚としてそれを使って打ってみるっていう感じですかね。結構でも足止めるとトップ多くなりますね。多くなる。結構体そこでバランス取ってるんですね。伸び上がってる。伸び上がるのはあるっすね、うん、伸び上がんないよね。おお。伸び上がんないって何意識します？伸び上がんないようにって意識します？もうなんか横みたいな感じ。ああなるほどなるほど。なるほど。伸び上がりって基本的にはお腹、あ、お腹、腹筋頑張ってグッ、ある人はあるでいいし、はい、ない人はないでいいですけども、グッとお腹に力を入れて、はい、スイングしていくと起き上がらなくなる。そう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 、すごくいいんじゃない。ちょっとね、機械が左行きますよね、これ。機械のせいかな、うん、機械のせいにしましょう。もうないっしょ。お、めちゃくちゃ飛びましたね。飛びました。わ、すごいすごいすごい。今ある筋肉ぐらいはせっかくなら使わないともったいないよね、はい、わざわざつける必要はないですけど、ただまあ今のある筋肉で手を使ってどんどんヘッドを走らせて、下半身を踏ん張ってそこのヘッドがさらに走るようになって、腹筋意識して、で軽いものでもいいから早く振ろうとしていくと脳が速さに若干慣れてくるんですよ。なので早く振るっていうのはすごいおすすめ。なるほど、はい、なのでまっすぐ飛ばすっていうのは後からでもいくらでもできるんで、はい、とにかく早く振って、はい、手を使って振って、早く振って体じゃないですよ。プロとかは体を使ってさらに手も使って、そうですね、めっちゃ飛ばしてるけど、そう、筋肉もあってっていう風になってくる。みんなそれをまあ理論的には言ってるから、そう、ちょっとまあ一般人にはちょっと難しいやり方だってことですね。じゅんさんに憧れている女性ゴルファーの方々も、そうですね、どん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 ここでヒロゴルフインパクトでいろいろ教えてもらえると思うので、ぜひ来てみてください。ヘッドスピード上げましょう。飛距離を伸ばしましょう、はい、イエーイ。公式記録345です。すごい。行きます。ありがとうございます。先生、今日はありがとうございました。ありがとうございました。すごい分かりやすかったです。ありがとうございました。頑張っていきましょう。はい、はい、ここでイベントのお知らせです。なんと11月2日土曜日、以前に動画でも取り上げたバンヤードストーム様とコラボで女性限定のイベントを実施することになりました。女性限定です。場所はこちらのヒローゴルフインパクトです。当日は女性の飛ばしの秘訣をテーマとした私が受けたようなレッスンを受けることができます。他にも普段のゴルフの親並みごと何でもお聞きください。その他リンゴルフ女子との写真や、バンヤードストーム様の最新の秋冬モデルのゴルフウェアの紹介など、ゴルフとファッションの2面から楽しむことができます。参加費無料で、なんとプレゼント品も準備しているそうです。詳細は概要欄をご確認ください。皆様からのお申し込みをお待ちしています。